ニッキーシックス、ニッキーシックス、ニッキーシックス、1958年12月11日隊は、アメリカ合衆国のミュージシャン、モトリー・クルーのベーシストで、バンドのリーダー、ロック界の反逆児と呼ばれる。作詞の才能に秀でており、実体験から綴るリリックで、多くの楽曲を生み出している。他にも、実験的なバンドを結成し、58や、 ブライズ・オブ・ディストラクションでアルバムを発表している。ニッキー・シックスという名は彼のバンドネームであったが、1981年に法的な手続きを行い、本名となった。身長184センチメートル、1958年12月11日、カリフォルニア州サンノゼのフランクリンに、フランク・カールトン・セラフィーノ・フェランナ・ジュニア、フランク・カールトン・セラフィーノ・ファーアナ・ジュニア、 として生まれる。父親は蒸発したため、母親と母親の乱暴なボーイフレンドに育てられる。ニッキーは6歳の時、メキシコへ少しの間移住し、祖父母がいるアイダホに少し、その後また母親とテキサス州エルパソへと移動し、ニューメキシコ州アンソニーの後、また祖父母のいるアイダホへ戻る。母親とはまた別に暮らすことになる。 そんな家庭環境から十代になると破壊的になり、林家に侵入したり、ドラッグを販売するために学校から薬剤を盗んだりとしていた。彼の祖父母は手に負えず、ニッキーを母親のいるシアトルへ送った。彼はそこに少しの間だけ住み、そこの楽器屋で盗んだギターを売って稼いだお金で、ベースを購入し学ぶ。十七歳になり、ニッキーはロサンゼルスへ移住。 酒屋と製造工場で働き、そこで、シスターというバンドのオーディションを WASP のブラッキーローレスと一緒に受ける。その後、ロンドンというバンドを組んだが、すぐにバンドを抜け、その間に出会ったトミーリー、ミック・マーズと共にモトリー・クルーを結成する。当初は良いボーカリストが見つからず、なかなか良い感触が得られなかったが、 モトリー・クルーは地元で着実に人気を博していく。ほとんどは、ニッキーとトミーのルックスから来るものだった。ある日、新聞広告に、ボーカリスト募集の記事を載せ、その頃同じく、ロックキャンディというバンドで活躍していた、ビン・スニルが応募してくるが、1回目のオーディションには、現れず、2回目に開いたオーディションには遅刻して、現れたが、その声が一番マッチしていると感じたため、 メンバーとして迎え入れた。メンバーのほとんどが、当時はまだ10代の若さだった。その頃の詳細は、自伝、ザ・ダートに書綴られている。1981年11月7日には、裁判所に書類を提出して、フランク・カールトン・セラフィのファーアナ・ジュニアから日記シックスに正式解明した。アルコール、ドラッグ中毒になり、年月日に、 ヘロインの過剰摂取により心停止を起こし、静止をさまよう。そんな状態のニッキーを発見した二人の人物が、当時一緒にツアーをしていたスラッシュとダフマッケーガンだった。一説では、発作直前まで一緒にヘロインを打っていたのはスラッシュで、驚愕したスラッシュがダフに助けを求めたとある。緊急医療により何とか一命を取り留め、それを機にヘロインから手を引いた。 一時は鬱に苦しみ自宅に引きこもったが、セラピーと投薬治療によって立ち直った。1999年からはプロデューサーとして、デイドロ、58といったバンドのアルバム制作に携わる。58には自身もベーシストとして参加。自身のアクセサリーブランド、ウトロからシルバーアクセサリーの販売も行う。2002年には、 元 LA ガンズのトレーシー・ガンズらと共に、ブライズ・オブ・ディストラクションを結成し、来日も果たしている、現在は脱退。2007年に、自らヘロイン中毒で生死をさまよった時期に書かれた日記を元にした、書籍、ザ・ヘロイン・ダイリスト、そのサントラともいえる同名のアルバムを、当時ガンズローゼスの d j ア u バ、プロデューサーで、ボーカルのジェームス・マイケルと三人のプロジェクトで、 3人の名前をつなげたもの名義で発売した。2011年、This is g u n n e Heart。2014年、モダン e r n v i n 2016年、Players for the Dumbed とアルバムをリリース。2015年2月19日には、バンクス主催イベントに参加という形で、初来日公演を行った、バムパークフェスト、日本武道館。2015年4月のアメリカツアーでは、 全中に公演のサポートアクトをバンプスが務めた。指の関節に1958-6というタトゥーを入れている。ニッキー6の代わりにベースを弾いていたという人物が現れ裁判になったことから本人とわかるように体中にタトゥーを入れているが、それらのほとんどが日本で彫られたものである。また、トレードマークのサレコーベが描いてある帽子を身につけている。 ミック・マーズのタトゥー掘ってある。ベースは、ギブソン・サンダーバードや、b c リッチ・ワー・ロックを愛用。ギブソン・サンダーバードについては、自身のシグネチャーモデル、ニッキ・シックス・シグネチャー・サンダーバード・バイスが、販売されている。二度の離婚歴がある。プレイメイトのブランディ・ブラントと結婚する。子供が生まれるが、その後離婚。その後、プレイメイトのドナデリと再婚し、 離婚、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。